Video Diary, April the 20th, 2022, by Hiroshi Hayashi, Hamamet City, Japan. ビデオ日誌2022年4月20日20日、林宏です。おはようございます。今朝も午前3時ごろに目を覚まし、4時を待ちました。2022年の4月16日、私の寝室のですね、西側の窓がですね、昼間のように明るく輝いていました。しかし眩しくはありませんでした。優しい、なんていうか明るい蛍光灯で照らされていたような感じでした。で、私は、見た瞬間ですね、蛍光灯だというふうに思いました。で、続いて街路灯の光かなとかね、あるいは母屋のね、今の光かなとか、隣人の R さんからの光かなとかもいろいろ考えたんですけども、その時はですね、明るいな、なんでこんなに明るいんだろうというような感じでただ見ていただけです。で、今ご覧いただいているのはですね、今朝4時ごろ、ちょうど4時ですね、枕元の電気を消した状態で映した状態、様子です。このように見えるわけですね。で、外へね、懐中電灯を持って出てですね、その窓を外から映してみました。直接光を当てるとですね、ギラギラしてしまいますから、やや外して壁に当ててこのように、照らしてみたわけですね。で、その状態で今度は寝室の中から外を撮ってみました。こういう風になるということですね。ともかくも、その人間、4月16日です、ね、の朝の様子はですね、再現できませんでした。全く光の性質が違うということですね。つまり、明るく輝く白い光球体がですね、窓の外1メートルのところぐらいにですね、空中にあったということになるわけです。ですから私が様子ではですね、その丸い光球体はこの西側の窓の右上に、半分、4分の1ですよね、4分の1よりやや大きく見えていました。で、ワイフの枕から見たわけですけども、その位置よりもやや左下の方にですね、綺麗な円形となって見ていたと証言しています。そのあたりの証言が食い違ってますけどもね。で、私は今ご覧いただいて、これは私の見た様子を再現して、イメージとして再現したものなんですけども、このように見えたということですね。で、その今これ4分の1になってませんけども、4分の1ですね。で、ワイフは左下に見たということで、その見た様子がですね、位置がずれていた。それからもう一つ証言がずれているのはですね、私は4分の1円ぐらいだったんですけども、窓ガラス全体がですね、均等にぼわっと白くなっていたということですね。ワイフの証言によればですね、それよりも左下に円形となって、ややってますか、輪郭はほぼくっきりしていたといいますね。そして周りはそれほど明るく感じなかったという、言ってます。そこが証言の食い違うところですけども、その理由は分かりません。ともかくも今ご覧いただいているのは、私の見た様子をですね、私が自分で再現イメージとして表現したものです。このような、明るい光がですね、窓ガラスに映っていたということですね。それは後になって、といいますか、昨日、おとといになって分かったことなんですけども、これだけ明るければですね、部屋の中もそれに応じて明るくなるはずだったんですけども、それはただ記憶の中を探って、お互いにね、私とワイフとお互いに記憶の中を探っているだけなんですけども、その光そのものがですね、その部屋の中には入ってこなかったんじゃないかというふうに考えています。部屋の中は暗いままだったということですね。それも理由は分かりません。ともかくも現象といいますかね、見たままをですね、今皆さんに話しているわけですけども、私はこの窓の右上隅ですよね。で、ワイフはそれよりもやや左下、
に、まあ、その見たということなんですね。で、形は私は4分の1円よりも、まあ、やや大きいかなという感じですね。で、ワイフは綺麗な円形としてそれを見たということなんですよね。で、今朝も見て、昨日も見て、一昨日も実は見てるんですね。まあ、連続して見ているわけです。まあ、4時、いや、光を見たわけじゃなくて、その午前4時ごろに目を覚ましましてね、窓の外の様子は、窓はどんな様子だろうかということを見たということです。で、結局、まあ、最初、冒頭でお見せしましたようにね、あの光そのものは、まあ、再現できないというよりも、そういう光が、まあ、映り込むような窓ではないということですよね。で、ということなんですね。まあ、その見たということは、窓を見てですね、どうすればその光がね、その窓に映るんだろうというようなことをですね、その時刻に確かめたくてですね、その窓を見たということです。そしてその、まあ、見て今朝もですね、まあ、その4時、ちょうど4時になった時にね、ワイフがまたもぞもぞとね、布団の中で動きましたので、あ、今ちょうど4時だよって言いますとね、ワイフがそれを見てましたけども、違うわねって、全く違うんですよ。全く違うということは、冒頭でお見せしましたようにですね、夜なんですよね。要するに夜の窓だということです。光はお隣のね、R さんの台所の電気が漏れてはきますけども、かすかにこう白く光るかなという程度でね、もちろん形などは分かりませんし、ぼんやりと映っている程度ですよね。まあ、真っ暗じゃないんだけどもということですね。まあ、昨日あたりだけども加減の月でしたから、加減の月って言いますかね、まあ、左側の方が大きくなって右の方が欠けていたわけですけども、それでも満月の 70% ぐらいの大きさの月がですね、昨日の今朝ですね、今朝の4時 の外へ出てね、写真を撮ってみたんですけども、綺麗にその月が見えました。その状態でもその窓ガラスに映る光というのはほとんどないと言ったらいいのかな。まあ、真っ暗じゃないんですけどもね、かすかにありますけども、ともかくも4月16日の朝、まあ、私とワイフが見た光とは全く異質といいますかね、はっきりと区別できる、全く違いが分かるという意味でね、まあ、綺麗にその違いがですね、まあ、その分かるという意味で、その明るかったということですね。で、なぜ、まあ、私がですね、かくもこの光にこだわるかと言いますと、まあ、昨日も言いましたけれども、2018年の7月以来ですね、この開口事件というのは次から次へと起きているんですよね。特に勉強会では、1、2、3、4、5、6回、6回起きているんですよね。ですから、1年半の間にね。ですから、その私もかなり神経質になっていったわけですけども、ただ私自身は一度も見てないんです。みんなどの光もですね、私の背中側かですね、私の視界から外れた位置を飛び回っていたわけですよね。ですからそういうこともありまして、まあね、皆さんが騒がれた時もですね、私の周りでね、騒ぎ始められた時もですね、どちらかというと私はポカーンとしたような感じでね、いわゆるのけものにされたような感じでそういう話を聞いていたわけですけども、今回はですね、私自身が、まあ、見たということなんですね。ですから、もう何としてもその光の、ね、正体 を突き止めたいという、そういう気持ちが極めて強いんですよね。はい。で、とにかく昨日午前中だった、午後かな、光の位置を特定しようということで、そういうことをしてみまして、まあ、ちょうどご覧いただいているそのこれはその前の日ですね、昨日の写真じゃないんですけども、こういう形でその光はどこから来たということをですね、調べたわけです。最も簡単な方法はですね、私 その枕に頭を置いた位置ですよね。私が光を見ていた位置に一点を取ってですね、そして窓ガラスに映っていたその円形部の中心点を線でつなげばいいわけですよね。その方向にその何かがあったということになるわけです。同時にワイフの目の位置からですね、そのベッドの枕の位置からですね、そこからもう一本紐を引っ張ってですね、で、窓ガラスに映った位置等をですね、線でつないでみればいいわけです。そうしてやってみましたらですね、昨日それが分かったんですけども、その光源体になるものは、ですね、窓から1メートルから2メートル、極めて窓に近いところにあったということが分かりました。まあ、その位置にあればですね、互いの証言が一致するということですよね。遠方じゃないんですよね。私も昨日それ調べてみましてね、
こんなにも近かったのかというふうに、まあ、驚いたわけですけども、まあ、要するにそういうことなんですね。これは今これをその前の日にやったその写真に撮って調べたものですけども、この検証においては、まあ、決定的に間違っているのはですね、まあ、これ枕の位置をですね、左下に持ってきたんですけど、あの位置には枕はなかったんですね、ということなんですね。まあ、これまあ再現、ということをしているわけですけども、今これは再現です。暗い時は再現です。で、明るい時は朝か昼に写真撮ったものです。それに合わせて見たものですけどもね、まあ、このように明るく見えていたということです。それでそのポカンとそれを見てたって言いますかね、なんていわゆる、まあ、ぼんやりと見てたということですね。まあ、寝たままでした。なんだろう、どうしてだろうね、なんてね、会話をしているうちにまた眠ってしまったもんですから、まあ、朝になってしまったというわけです。しかし光を見たんですよね。まあ、はっきり言って嬉しかったですね。どうして嬉しかったかというと、一つにはやっぱり先ほど言いましたように、今まで私こうしたその怪光現象なるものを見たことがないんですよね。皆さんね、勉強会においてくださった方はの、まあ、延べになりますかね、50人近く以上の人が見てくださって、その中でも証言をね、名前を出して声も出していいよっておっしゃってくださった方が45、6名でしたかね、まあ、そういう形で直接ね、取材して、そして証言を取ってホームページの方で紹介しているわけですけども、繰り返しになりますけども、今回は私はとにかく初めてだったということですね。が同時にそれゆえにね、何としても私はですね、その光の正体を突き止めたいということを考えています。で、嬉しかったということはですね、その後のことなんですけども、まあその16日がありましたね。16日の朝にそれが光が光ったわけですけども、17、18、19、29と4日になるんですかね。やっぱりこういう仕事をしていてもですね、楽しいんですね。その楽しいのは何かというと、やっぱり基本的には励まされたということになるわけですよね。他に目的はない、他にっていうか何も私にどうこうということはないんですけどもね、結果論としてこの4日間ね、とにかく楽しいんですよね。楽しいということは何かしらね、こう、はい、仕事をしていてもですね、楽しくできるという意味です。それはなぜかというと、結果的に見ると励まされたということになるわけですけどもね。ですからまあこういう形でこういう事件が時々起きますけども、しかし励まされているんだということを逆にね、私今知るもんですから、じゃあなぜそういった光が現れるのかということの理由の一つとしてね、私はやはり励まされているということを皆さんにお伝えしたいなというふうに思います。いわゆるまあ巷のね、些細なことが全く気にならなくなるわけですね。と同時にね、面白いことが起きるんですね。やっぱりね、その面白いということはですね、まあ、初めてこういう光を、私はですね、ベッドの上ですけども、まあ、間にね、すりガラスのガラスがありましたけども、その鉄から直接見たということではないのかもしれませんけども、でも私のね、目で、まあ、しっかり見たということはですね、やっぱりまあ、皆さんがね、証言してくださったことがですね、本当だったんだということが改めて確認できたということにもなるわけですけども、同時にですね、やっぱりこういう形でですね、いわゆるまあ上の人はいるんだなということをですね、今まではですね、そうした怪光現象の話を聞きながらもですね、私の書斎で現れた怪光はこれはまた別ですけどもね、勉強会で、まあ、皆さんが、ね、ご覧になった怪光というものがですね、本当かなという部分で 0.1% から 0.01% の疑いというのはやっぱり残るんですよね。これはね、どんなことがあってもね、見てないからね。ですから、どうしてだろうなんてことで考えるわけですけども、まあ、それゆえにですね、何かしらこう自分では吹っ切れないと言いますかね、最後の最後までこう突き止められないと言いますか、歯がゆさのようなものがあるわけですけども、まあ、今回はですね、この光を私とワイフが見たということがとっても良かったですね。私一人であったらまた逆に同じことになりますからね。で、今度はワイフだけでもやっぱり今までと同じことになりますからね。ワイフはもう何度も見てるもんですからね。ですから今度私が見たということでですね、嬉しかったですね。それはやっと見せてくださったんだという感じですよね。はい、ということになるわけです。と同時にですね、やっぱり率直に言いますね、上の方という、まあ、その人は方、神と言ってみるのかな、その方はですね、やっぱり率直に言えばですね、まあ、こういう言い方をするとまた問題があるかもしれませんけれども、いつもね、いつもそばにいてね、まあ、
私をまあ見ていてくださっているんだというふうな気持ちがやっぱりありますね。ですから昨日もね、簡単なことでワイフと言い争いになり始めた時にね、ふっとね、その光のことを思い出しましてね、まあ、やめよ、上の人は見てるからやめよって感じでね、まあ、はっきりそう言ったんですよ私。まあね、上の人は見てるからやめようねって言ったら、うん、やめようねってことで、まあ、それ以上言い争いになりませんでしたけどもね、まあそのまあ、悪い言い方をすればですね、監視されているとか、ね、見張られているということになるわけですけども、そういう意識は全くないですよ。それは誤解しないでくださいね。むしろ逆なんで、私を、そして私のワイフを、そして皆さんをですね、見ていてくださっているっていう感じですね。で、その不快感であるとかね、いわゆる、まあ、監視されていると言いますとね、例えば隠しカメラで、ね、見られているというのはあれ嫌ですけどもね、しかしそういう不快感はゼロだということです。全くないです、それはね。全くないです。むしろね、ありがたいと思ってます、ありがとうございますという感じでね、見守っていてくださるんだなという感じことをですね、まあ、改めてその光を見ながらですね、光というか光のことは思い出しながらですけどもね、まあ、今朝もですね、4時に3時半ごろ起きたのからもう起きてたんですけどもね、4時にちょうど4時になった時にワイフをね、起こしながらですね、でその窓をね、またそのしげしげと見てですね、そしてその16日に見た光はやはり普通の光ではなかったんだと、いわゆる人間、まあ、いわゆるその可能性をですね、ゼロにしないことにはですね、やっぱり私たちは気が済まないもんですからね、じっとその真っ暗なね、そのどこか紺色っぽいね、ま、窓を見ながらですね、じっと見ながらですね、そして なんて言いますかね、どこかにそのかすかですけども、しかし優しいと言いますかね、穏やかなその安らぎのようなものをその暗い窓の中に感じましたね。というのは、その暗い窓に感じたんじゃなくてね、この暗い窓をね、まあ、明るくしてくださった方がいるんだなという形でじっとそれを思っているとですね、なんか心がですね、ほわっとね、暖かくなったのを、まあ、暖かくなりましたと言っていいわけですよね。はい、ということで、今日もですね、また白い開口事件の続報ということになりますけども、まあ、そういうことがあったということですね。で、まあ、いつもの経験、今までの経験からするとですね、まあ、なんだなんだって言ってると、また次のことが何かの形でね、ありますので、またありましたらね、皆さんにまた報告したいなというふうに考えています。では今日はこれで失礼します。バイ。It was April the 16th, 2022, at around 4 o'clock a.m. When I woke up in the middle of the night, I found that the western window of a bedroom was shining as bright as daytime. There was a semicircle in the upper right, which was particularly brighter.It was a soft, gentle light, but at that time, I thought
It was the same as a white fluorescent light. So I woke up my wife, who was sleeping next to me. I remember saying something like, "The window is so bright, but why?" My wife also remembers looking at the window and saying, "It's so bright. What is it?" However, the two of us were just vaguely staring at the light. I think we were watching it for about 10 to 15 minutes, more than 5, but less than 20. In the upper left part of the window, there was a semicircle part with particularly strong light. However, my wife says that she saw a circular, particularly strong light slightly to the lower left of my position. I think I was repeating only simple conversations like "what" and "why." The camera just I bought at the time was in my bedroom, but I never thought about taking photos. So the two of us fell asleep again before we knew it.2022年4月16日、午前4時ごろのことです。私が夜中に目を覚ますと、私たちのベッドルームの西側の窓が昼間のように明るく輝いているのを知りました。右上に半円部があり、そこが特に明るく光っていました。静かな優しい光でしたが、白色の蛍光灯と同じだと、その時私はそう思ったのを覚えています。そこで私は横で眠っているワイフを起こしました。窓が明るいがどうしてだろうというようなことを何度も私は言ったような記憶があります。ワイフもその窓を見て、明るいわね、何でしょう、どうしてでしょうと言っていたような記憶があります。が、私たち二人はその光をぼんやりとただ眺めていました。10分から15分前後はそれを見ていたと思います。5分以上だったと思いますが、20分よりは長くはなかったと思います。窓の左上部に半円形の特に光が強い部分がありました。が、ワイフは私が見た位置よりもやや左下、その場所に円形の特に光が強い部分が見えたと言います。何でしょう、どうしてだろうというような会話だけを繰り返していたように思います。その時買ったばかりのカメラがベッドルームに置いてありましたが、私は写真を撮るということは全く考えませんでした。で、私たち二人はそのままいつの間にか眠ってしまいました。広島市浜松シティジャパン。その朝のことを簡単に説明しておきます。この窓がですね、昼時のように光っていたわけです。で、私は時計を何度か見た記憶がありますね。で、4時だということを確認したわけです。で、4時なのにこんなに明るいのかとですね。で、私はこの右上の位置にですね、その光を見ました。で、ワイフはですね、その後翌日でしたけども、翌朝ですけども、この位置に丸い光を見たと証言しました。位置がずれているわけですよね。で、これが私たちの寝室なんですけども、手前が青い枕が私の枕で、その向こうがワイフの枕です。で、この位置にですね、頭があったということになります。青が私の頭の位置です。黄色がワイフの頭の ある位置ですよね。で、そこからですね、その白い光を見た方向にこう線を引っ張って見たわけです。で、頭の位置をどこに取るかによって線の位置が大きく違いますので、
正確では分かり、ま、には分かりませんけれども、要するにこういう位置関係で光を見たということですね。そして私は、右上の端に見た、でワイフはそれよりもやや左下ですよねに見たというわけです。で私の枕からその窓の、まあ、枕の上にですね写真カメラを置いて写真窓を開けて写真を撮るとこのように撮れます。つまり私が、まあ、見た位置というのはこちらの方向だということになるわけです。一方ワイフの枕の上にですねカメラを置いて窓を開けて写真を撮ってみました。でワイフが見た位置はこの黄色の丸あたりということになるわけです。しかし頭の位置がですね微妙に、まあ、ずれると言いますか、あ、まあ、ずれる、スコンのわずかね上下するだけで、まあ、かなり大きくずれるもんですから、まあ、あくまでも大雑把な、まあ、位置をすまということになります。で先ほどですね2022年4月19日の午後にですね、もっと、まあまあ、最もローテイクですけどもね、あのもっと、ね、正確に知りたいということで、あの紐を引っ張ってみまして、それで位置を調べることにしました。でワイフはこの辺りにその白い光を見たということで今それを示しています。で 左上に私があのセルテープで貼ったんですけども、これが私が見た位置なんですよね、まあ、このように微妙にずれているということです。で外から部屋の中を見たらこのように見えるということですね。で枕の位置は、まあ、あの頭はですね上下するもんですからね正確じゃないかもしれません、まあ、ともかく大雑把な、まあ、検証ということになるわけです。でまあ、それじゃいけないということで紐を持ってきましてね、そしてそのベッドのところからですね外に向かってまあ紐を通したということです。でその様子をですねこれから皆さんにご覧いただきますけども、インターバル撮影でね20秒ごとのインターバル撮影であの皆さんにご覧いただいています。でこの検証の結果なんですけども、その白い光源体光はですね窓から1メートルから2メートル以内の範囲にあったということが分かりました。それほど離れていないということがですね分かったというだけでも驚きです。ただこの高さはですね棒の長さの限界を超えていましたので、やや低めに今表現してありますけども、ここからまだ3、40センチですよね、40センチほど高いところにその光があったということになります。ちょうど窓の半分ほどの高さにプラスしてということですね、にその光があった。方向はほぼこれでよくて、距離もですね2本のラインがちょうど交差するところに、まあ、取ったわけですけども、まあ、その位置に白い、まあ、光があったということです。そしてなおかつですね、この窓のガラスはすりガラスなんですよね。ですりガラスを通して丸く円形に見えたということはですね、つまりはその
窓にかなり接近していたということになるわけです。で、1メートルから2メートルということを言いましたけれども、ひょっとしたら1メートル前後あるいはそれ以下だったかもしれません。ほんのわずかね、あの枕の位置してますからがですね、ずれますと大きくラインが揺れ、ずれるもんですからね、正確な位置は分かりませんけれども、極めて近くにその光があったということになります。昨日制作しましたビデオをこの後につなげておきます。今ご覧いただいているのはですね、再現イメージ写真ということになります。真っ暗でした。で、私のこの部屋はですね、ワイフか私が動くとですね、その動きを感知して自動的に電気がつくんですよね。で、しばらくすると消えるんですけども、その消えた時にその窓がですね明るいのに気がついたというわけです。で、やけに明るいなというふうに思ったのを記憶しています。で、光の方向をですね、これは今検証しているところですけども、その、難しいわけですよね。どうすればわかるだろうということで、今日また今日ということは2022年の4月18日ですけども、再び検証してみて簡単な方法がですね見つかりましたので、それはこの後に皆さんに報告しますけども、私の、ベッドのですね枕の上から見た写真と、それで撮った写真と、それからワイフのベッドの枕の上から撮った写真をですね、比較することによって、その光の光源帯がですねどこにあるかということが大体分かったわけです。今ここで結論を言うとですね、つまり母屋とこの寝室のある別棟の間の、空中のどこかやや高い位置にその光源帯があったということになります。で、当初ですね、その窓の位置と、それから白い光源帯といいますかね、白い丸い部分が特に強い部分があった部分と線でつないだりして調べたんですけども、大変計算が難しそうだなということで諦めたわけですけども、要するに結論的に言えば、群島この今ここでお見せする場所よりもですね、はるかに左寄りということになりますね。左の方にポールが見えますけども、そのポールの上あたりからその光源帯があったということになります。で、当初一番最初に疑ったのは月の光ということになりますけども、確かにこの日はですね満月に近い大きな月だったそうですけども、ただ曇りでずっとねここ 2,3 日雨が降っていますから、曇りだったということになるわけです。もっとも家がねその立て込んでますから、月の光が入ってくるということは位置的にもありえないわけです。で、これは今西側の窓ということになるわけですけどもね。で、向こうがベッドが見えてますけども、右側がワイフのベッドで、左側は私のベッドということになります。で、私はややねベッドを起こして寝るって言いますかね、電動のベッドで寝ているわけですけども、私はややベッドをですね高く、そうですね10センチから15センチぐらい高く上げていつも眠っています。ですから私の見た位置とですね、目の位置とですね、ワイフが見た目の位置とは、かなりずれているということにもなるわけです。それをですね計算に入れて、一体この光はどこから来たかということを、いろいろ検証してみたわけですけども、先ほど見ましたように結論はですね、左の何本かポール立ってますけども、その上あたり、そのあたり、そうですね1メートルから2メートル上あたりにその光源帯があったということがですね、大体そのあたりだということが分かりました。で、それを今これからご覧いただくのはですね、先ほどすなわち2022年4月18日の午前中に検証した、写真です。で、今までご覧いただいたのはですね、昨日2022年の4月17日に検証した写真です。で、この部屋なんですね。で、手前が私のベッド、向こうがワイフのベッドということになります。そしてその光っていた窓は中央に今皆さんにご覧いただいています。午前4時でしてね、起きた時に今はもうこんなに明るいのかなというようなことを思ったのを覚えてますけども、いくらなんでもね午前4時まだ日の出時刻までにはたっぷりと時間がある、そういう日なんですよね。4月16日ですからね、このように見えたということです。
で証言がですね、私とワイフとやや違うんですよね。いわゆる私は全面的に真っ白で、特に色の濃い部分が右上に見えた、今ちょうど見えているような感じで見えたというふうに、まあ、その記憶しています。ところがワイフがですね、その丸い物体がですね、ぼんやりとした丸い物体が私の見た位置よりもやや左下ですね、今白いのつけてみました。で、それほど周りは明るくなかったと言っています。で、青い部分が私が見た位置で、黄色い部分がですね、まあ、このワイフが見た位置です。それぞれの写真はですね、私のベッドからの枕から撮った写真です。左の方はですね、ワイフのベッドの枕の上から撮った写真です。で、その位置で、まあ、比べればですね、簡単に、まあ、光源体の位置が分かるわけですけども、ややずれているということはですね、この2本の線がですね、どこかで交差しているということになるわけですね。その交差しているあたりに光源体があったということになるわけです。まあ、それで計算するとですね、大雑把な見方ですけども、まあ、そのこの2本の光線のその途中ですね、どこかいわゆる、まあ、その向こうに母屋がありますけども、その母屋の手前 1、2メートルのところにそれがあったというふうに今は判断しています。まあ、ともかくもですね、2022年の4月16日の朝ですね、このような怪光現象が私の、まあ、寝室で起きました。なんだろう、なんだろうって言っている間にまた眠ってしまったというわけですね。全くもって、まあ、不可解になっていますが、原因不明の光、白い怪光ということになります。で、私たち2人は現在、この光をですね、白い怪光事件と位置づけています。Bye for now.